2021年ノーベル化学賞は不正有機触媒の開発の貢献でドイツマックス・プランク石炭研究所のリスト・ベンジャミンさんとアメリカ・プリンストン大学のマクミラン・デイビッドさんに贈られました。リストさんは北海道大学の化学反応創生研究拠点でリストグループを率いて活躍されています。それでは今回の受賞の内容とその意義についてリストグループで共同リーダーとして活躍されている辻信也さんにお話をお伺いしたいと思います。辻さん、よろしくお願いします。リストさんは一体どのような方なのでしょうか。まあ、もしかしたら結構大柄な人でともすればちょっと怖いように見えるかもしれないんですけど、実はすごくフレンドリーな先生 でお酒とか飲むのも好きなので、結構学生さんたち、まあ、僕も含めてよく一緒にお酒を飲んで喋ったりとかして、すごくフレンドリーな先生です。僕の、まあ、学位取得するための、まあ、鍵となる論文が、まあ、出た時ですかねに、一緒に、お祝いをしている写真で、僕が日本から持ってきた大吟醸を一緒に飲んでいる写真ですね。まあ、その一方で、科学に対してはすごくプロフェッショナルでですね、まあ、すごく知的好奇心も旺盛で、まあ、自由な発想っていうのを 大切にされている先生です。まず野より先生たちが受賞されたような、まあ、不正触媒といった大きなジャンルでは、基本的には金属を用いるような、触媒が用いられていました。一方で生体触媒、まあ、いわゆる酵素のようなものを用いたものでも不正反応というのが可能であるというのは知られていて、まあ、基本的には金属を用いるか酵素のようなものを用いるかというのが二択だったんですけれども、今回の、プロリンや不正有機触媒の、反応によって、まあ、ある意味では第三の可能性で枠組みが示されたというところが新しいポイントだと思います。不正とは一体どういうものなのでしょうか。例えばここに2つの分子があるんですけれども、まあ、こちらの2つの分子っていうのは、まあ、レモンの成分とオレンジの成分なんですけれども、非常によく似ています。ただ唯一の違いというのは、まあ、これ鏡に映した鏡写しの構造になってるんですね。でほとんど同じ構造を持ってるんですけれども、この鏡写しの構造というだけで我々の体には、違うものに感じることができる。そのため匂いも違って感じる、まあ、あるいはこれが医薬品の場合だと片方は薬となって片方は毒となるというようなこともありますので、まあ、片方の異性体だけを選択的に作るということが非常に重要になってきます。おそらくこれまで不正触媒というと、まあ、有機金属を用いたものであったり、まあ、生体触媒を用いたものっていうのがあったんですけれども、まあ、有機分子触媒の登場によって、まあ、第3の可能性が現れたというところが一つ。そしてもう一点に関しては、まあ、金属や、酵素などを用いずに、まあ、小さな有機触媒、有機分子で反応を促進することができるということから、まあ、こういったものが環境にも優しく、またサステナブルであるという点も評価されたんだと思います。リストグループではこれまで基本的には実験をベースに、まあ、新しい触媒反応を開発してきていたのですが、アイクレッドの得意とする計算や情報の新しい技術を用いることで、より選択的効率的な触媒を開発しています。リスト先生の、報告したプロリンのようなシンプルな有機分子触媒からはさらに今を発展させていて、それまでは、まあ、有機触媒っていうのは、金属触媒の代替品のような形で使われることも多かったんですけれども、まあ、今は有機分子触媒でなければできないような反応っていうのを開発したりしています。計算科学や機械学習のような新しい技術を用いて、さらに不正有機触媒の可能性を切り開こうと研究しているところです。今回のリストさんの受賞のきっかけは2000年の論文ということでしたので、辻さんにはこの後実験室で実際にその実験の様子を解説しながらお願いしたいと思っています。それでは、今回ノーベル化学賞の受賞の理由となった、プロリンを用いた、不正アルドール反応を実際にセットアップしていきたいと思います。まあ、論文通りのスケールだと少し小さいので、今回は10倍のスケールで分かりやすく再現できたらなと思います。まあ、今回、この不正有機分子を使っているので、実際に空気中でセットアップしても問題ないので、まあ、こういった形で、実際に反応を仕込んでいこうと思います。今回の主役となる L プロリン、まあ、こんなアミノ酸のなんですけれども、
まあ、アミノ酸ということで実際にまあ私たちの体の中にも入っていたり、まあ、サプリメントとしても売られているようなもので、まあ、実際にはこんな白い粉状のものになっています。こちらを加えていきたいと思います。はい。そして、反応を実際に行うためには、反応剤を均一な溶液に入れる必要があるので、まあ、溶媒という物質も必要になってくるんですよね。まあ、それが今回ジメチルスルホキシドという物質で、まあ、今回ここに 8ml 取ってあるので、まあ、こちらも加えていきたいと思います。今回反応させる、まあ、ベンズアルデヒドとアセトンなんですけれども、まあ、こちらも、それぞれこちらに、まあ、アセトンを 2ml、 ベンズアルデヒドを 0.1 ミリリットル取ってありますので、こちらも加えていきたいと思います。とこちらがベンズアルデヒドですね。すべて加え終わりましたら、こちらのスターラーのスイッチを入れていきたい、いきます。そして攪拌されたら、まあ、一応蓋をして、実は実験手順としてはもう以上になります。まあ、実際には料理よりも簡単で、もうただただ試薬を加えるだけなんですけれども、まあ、この背景には新しい、アイデアっていうのがあったということで。まあ、今1時間少しくらい経過しましたけれども、まあ、溶液の色もすごく黄色くなって、多分粉の量もちょっと減ったのかなと思います。まあ、実際に解析してみないと、まあ、どうなってるかっていうのは分からないんですけれども、まあ、実際に反応が進行しているときはこういった色になるので、まあまあおそらく、望みの反応が進行していると思います。まあ、この後こちらをまあ綺麗にして解析することで、実際にどの程度ものができているかっていうのが分かるかなと。